皆さん、今日も始まりました「カツサンチャンネル」です。皆さん、こんな天気いいのに僕お店で留守番してるんです。ということで、こんなに天気がいいということで、これね、僕ね、こんなに天気がいいと塗装したくなるんですよ。なので今からですね、今日ですね、気になってた部分をですね、塗装大作戦ということでやってみたいと思うので、今からスタートです。カツサンチャンネル。なんかね、これめちゃくちゃ汚いですよ。これはね、前から綺麗にしようと思ってたんですよね。それとこのチェーン、これも汚い。お店のディスプレイとしてですね、まずやっていくには、あ、待ってください。カット。こういうふうに長くするね。長くすることでテコの原理を使って開けてくださいね。もう一撃で開きますから。ウインカーが邪魔で、ウインカーが邪魔で。この中はどうなってんやろ、ライトの中。まあライトとかもね、結構ダブルの時に結構つけたり外したりしてたんで、その辺はちょっと慣れてるんですけどね、多分ですよ。よし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 、はい、どうぞ。まあでもね、このね、塗装のこの、うわー、こうなってるか。よしよし、こんなふうな出っ張りがもう出てたりとか、変な色と変なのがくっついたりしてるんで、これなんて特に水色となんかオレンジがくっついてたりするからね。いやー、これもう一回組むのほんま嫌やわ。はっ、あー、大変。開けるんじゃなかったって感じもするけど、仕方ない。汚いんだもん。やりたくないけど仕方ない。お、来た来た来た。はい、今日僕がやりたかったですね、このチェーンカバーと、汚いライトカバー、これを前回 B ので使った、プラサフ、これちょっと余りあるんで、これでささっと塗ってですね、ささっと100均で買った艶消しブラックで塗装を試みたいと思います。果たしてうまくいくのでしょうか。カツサンチャンネル。いきなりさあ、次は手でいきます。それではなんとなく塗装も剥いで磨いたので、下地をやりたいと思います。3、2、1。次行ってみよう。このプラスアルファですね、使い切る前に全部拭き切らないといけない。しかも厚塗りしたいんで、後でね研いで表面きれいにしたいんで、もう風がない時を見計らって拭いていくって作戦したいと思います。ガッサンチャンネルプロで実況中継していきたいと思います。今風ないですね、いい感じ。風やったらできないんで、でもこれ足らなくなったら最悪なんで。風を感じて。こういうね、際ができてなかったですね。際。ちゃんと飛ばなくなるんですよ。よし、いい感じ、いい感じに熱く乗れた。めっちゃいい感じだ。よっしゃ。はい、綺麗に乾きましたね。まあ本当は2時間ぐらい空くんですけど、まあ1時間ぐらいでいいかなって感じですね。でもよくこれ見ると、触るとね表面がちょっとザラザラしてるんですよね。でちょっと凹凸があるところなんかをですね、水を濡らしながら優しく研ぎます。でこの表面を慣らしてあげるんですよね。それじゃあ、その作業に入りたいと思うんですけども、まあもうそれすらいいかなと、結構ちゃんとできてるんで、もういきなりこの艶消しの黒を塗ろうと思います。その後ちゃんと飛ぼうと思うんで、まあ、艶消しの黒は結構厚く塗ろうと思います。かっちゃんチャンネル。はい、それではですね、これ100均でダイソーで買った100均のアクリルスプレー艶消しブラックっていうのがあるんで、この艶消しブラック思いっきり買い占めてきました。まだここ今まあ6本ぐらいありますけど、本当は10本ぐらい持ってるんで、だいたいこれ1本でどのぐらい塗れるかっていうのも検証ね、今日してみたいと思います。いいです。艶消しブラックですからね。でとりあえず3本ぐらい持っていきますか。いきます。ちょっと人がいないのを確認してやらない。いきます。風向きを計算してやる。こういう風向きでやったら。こういう台があるといいですね。移動できるんです。風やぞ、風やぞ。ちょっとアパビだな。なくなってきたらね、すぐずも諦めた方がいいですね。使わない方がいい。きれいに塗るコツ。その1、諦める。はい、2本目いきます。2本目いきます。そのいない間に。あ、なんかきついな。一回、ちょっと間を置いてやった方がいいですね。あともう一回、厚塗りした。やってもたー。いやー、やってもた。多分これピカ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 100均ですよこれ。ゴツゴツだった、ゴツゴツだったチェーンカバーがなんと数百円でここまで来ました。1週間待ってウレタンクリアを吹けばもう完璧にピカピカです。はい、今回どうだったでしょうか。前回、ビーノの、塗装をした時に実はこの ST50K をレスターすることも視野に入れてたんですね。なのでちょっと久しぶりに塗装をやったらどうなるのかなと思ってテストで前回やりました。でそれで、ムラになったりとかね、急いで失敗したところ、下地の大切さなんかその辺とかをですね、一回ちょっと予行練習してたのもあって今回結構いい感じでできてます。まだ完璧ではないんですけども、なんていうんですかね、ああいうこの100均のね、こういうアクリルスプレーのクリアを拭いてもいいんですけども、これ一番いいのはウレタンクリアを拭くんですよ。でも本当はウレタンの塗装でウレタンのクリアを拭くのが一番最強なんですけども、アクリルにウレタンって、違うもんをね、やるときっていうのは、ウレタンのやることによって縮みが起こるんですよ、現象として。僕はあんまりやらないですけどね。ほんまウレタン塗装でウレタンです。お金をちょっとかけれないんで、今回は、アクリル、100均のアクリルでどこまでできるのかっていうところなんですけども、1週間は空けて上拭こうと思ってるんで、クリアは、ウレタンのクリアは絶対間違いないんで、よっぽどのことがない限りしくりません。変な話、この艶消しのブラックをしっかり塗って、それをちゃんとペーパーで、ちょっとずつこう、綺麗に、梨肌って言うんですけども、梨肌からつる肌にしとけば、あとはもうクリアを拭いてですね、あとそれを、ぎゅーっとですね、太め、中め、細めみたいにやっていくと、めちゃめちゃ綺麗に仕上がると思います。ライトと、チェーンガードなんで、そこまでですね、神経質になる必要はないんですけども、一応バイクのパーツとしてはですね、こう、パッと目に入ってビジュアルで、綺麗になったかなってないかって分かるところなんで、ちょっとそこはですね、先に、パーツが到着する前に、やらせていただきました。どうだったでしょうか。直塗装、本当にね、ちょっとやるだけで気分も変わりますし、案外、オリジナリティも出せるし、やり直しも効きますしね。100均のアクリルのスプレー、全然使えますんで、これを参考に、ぜひ皆さんですね、自分のバイクとか、バイクじゃなくてもいろんなものをね、自分でまた塗ってみてください。下地が大事です。ポイント。下地が大事。ね。下地を妥協しない。で、プラサフを下地を塗って、脱脂してね。そこで、また凹凸があったり、納得いかなければ、そこでもう一回こう、やってください。先に進まず。こすってください。サウンドペーパーで。で、またプラサフを拭いて、またやる。で、それで、プラサフの段階で結構綺麗かったら、もう次も多分綺麗くなります。で、それで無理やったら、もう一回時間をかけてね、時間をかけて研いでください。それの繰り返しなんで、どこで妥協するか、最後までいくのか、この辺でいいかと思うかによって違うんですけども、塗装の、そこは僕は極意かなと思います。ほんで、あとは本当は塗装ブースみたいな、本当はこう、なんていうかな、こう、自分でなんか小屋みたいなの作ってね、やるとね、スプレーも節約できますし、あとね、虫とかゴミとかホコリとかピタってつくんですよ。今回は風がすごい吹いてたんで大丈夫でしたけども、ああいうのがついてくると、結構、塗装を邪魔するんですよね。でも今回みたいにですね、もうこう、二つだけって決まってると割と集中してできるんですけど、いっぱいをまとめてバーって一気にやると、結構ね、ブースがないと荒くなってくるんで、もう塗装は環境なんで、はい。ちょっと話長くなりましたね。ということで、まあ今回は、まあまあ大成功ということで、まあ多分この自家塗装パターン、また他にもですね、出てくるとは思うんですけども、まあ、見た目としてもどんどん綺麗にしていこうと思ってます。それでは、ちょっと最後ね、話長くなりましたけども、終わりたいと思います。次回は、チェーン交換、チューブ交換、スプロケ交換、まだまだやっていきますので、よろしくお願いします。ガッサンチャンネル。